ほんとふざけろって西村お前。早く金出せよ。麻生財務大臣。金出せよお前。うなぎ食ってる場合じゃないよ、なんかメール来たから。もうちょっと動画切り替えますよ。見てくださいこれ。飲食店などの関連業者は緊急事態宣言によってさらに大きな損失を被ります。すでに感染症の影響は1年近くに及び、感染状況、経営状況が大幅に悪化しているところがほとんどであります。昨年以上に廃業や倒産が心配されます。緊急事態宣言の発令による廃業や倒産を政府として全力で防ぐという明確な姿勢を、そして裏付けとなる補償措置と財源を国の責任で手当てすることを強く求めます。いずれにしましても、ステージ3の段階になり、そしてさらにステージ2を目指していけるようですね、この1ヶ月、徹底した対策を取ってまいりたいというふうに考えております。飲食店の経営者、従業員の皆様は、収入の減少や、場合によっては廃業や失職などを大変に強く心配をされております。公明党は昨日、休業補償の増額を含め、西村大臣に諸施策を緊急要請したところでありますが、その他にも資金繰りへの丁寧な対応と金融支援の拡充など、中小・小規模事業者の方々への支援策についても早急に検討すべきであります。また、2月末までの雇用調整助成金の特例措置についても延長すべきと考えます。時短に伴いまして、飲食店の皆さんには大変厳しい状況に、なられると思います。しっかりと支援をしていくということで、現在、協力金を1日4万円で月額120万円の最大ですね、支援を行ってきておりますけれども、これをさらに拡充し、協力に支援をすることをしておりますし、雇用調整助成金についてもですね、予算をしっかり確保しながら、また特例措置について、現在2月末までとしておりますけれども、しかるべくタイミングで延長について、結論を出していきたい、考えておりますし、また、ご要望ありました厳しい状況である中小・小規模事業者についてもですね、必要な支援策を機動的に講じてまいりたいというふうに考えております。経営が一番困難な飲食店、その飲食店の時短協力に対して、営業と雇用を守るのに十分な保障を行うことが実効性ある感染抑止対策になります。取引先など関連業者やイベント業者への保障も行うときだと。合わせて緊急事態宣言でフェーズが変わりました。事業者、生活困窮者支援策の打ち切りを撤回をすべきだ。持続化給付金の継続、複数回の支給や、家賃支援給付金、雇用調整助成金のコロナ特例、休業支援金の継続、拡充を強く求めて質問を終わります。昨日、この延長についての報道も一部出されておりますけれども、雇用調整助成金の申請期限は2月末を予定されております。で、解雇通告は1月前に出さなければいけないことになっていますので、つまり経営者の方々は緊急事態宣言下でこの判断を迫られることになっておりました。ただ、これですと大量の失業者が生まれる恐れがあり、経済の下支えと雇用維持のために申請期限を少なくとも私たちは半年間延長すべきだと考えていきます。2点目は持続化給付金と家賃支援給付金の問題についてであります。これらの申請期限は1月15日を予定されております。緊急事態宣言の発出によって経済活動への深刻な影響が出ることは明らかであります。このタイミングで打ち切るとなると、政府としては協力金を払うのだから、後の経営努力は経営者が頑張ってくださいと、そういうふうなメッセージにも捉えかねない、緊急事態宣言を発出する以上、影響を受けるすべての事業者を支える責任があります。申請期間延長と複数回かを検討すべきだと思いますし、先ほど大臣の答弁の中でも、ご要望があれば機動的な対応も検討する、こういった発言がございました。こういったことについてぜひ検討していただきたいと、生活資金の確保で苦しむ方々への給付金を検討していただきたいと思います。コロナ不況が長引く中、国内の雇用環境は悪化をし続けています。まず影響を受けたのが、アルバイトや有期契約雇用の方々。仕事を失って厳しい環境の中で、この年末年始過ごした方もたくさんいらっしゃいますし、話も聞きました。こういった方々については、貸付制度はありますが、この貸付制度だけでは、とても彼らの不安は払拭できない、生活は維持できない、ぜひ給付金制度、ご検討をお願いして、私からの発言を終わります。月額上限33万円の特例措置につきましては、現在2月末までと、先ほどご指摘があったところであります。もう時期が迫っているわけであります。緊急事態宣言ということであります。しかるべきタイミングでですね、この延長についての結論を出す必要があるというふうに考えているところであります。持続化給付金をはじめとして、いくつかの支援策について、ご指摘がございました。厳しい影響を受ける事業者の皆様に対してですね、特に中小企業、小規模事業者の皆様に対して、必要な支援策を機動的に講じていきたいというふうに考えているところで、ございます。合わせて生活が非常に厳しくなっている皆様方に対して、年末に一人親世帯への支援、あるいは緊急小口資金を6ヶ月まで延長する、あるいは住居確保給付金ですね、これ住宅代を支援をする、家賃をですね、支援する、これも9ヶ月まで延長しているものというふうに承知をしております。さまざまな支援策を講じながら、厳しい世帯の皆様方にもしっかりと支援をしてまいりたいというふうに考えております。
そして、4.6 兆円の予備費も確保しておりますので、機動的にそういったことに対しても対応してまいりたいというふうに考えております。ということでね、西村経済担当大臣には各野党からですね、皆さんからいただいた動画コメント、こちらをねお届けしました。まあ私のこの声がね全部が全部届いたわけではないと思いますし、他の YouTuber さんにツイッターをされている方とか、他の国民の方からの声も総合してだと思いますけども、皆さんのコメントが一つのねこういった野党の西村担当大臣への提言になったことはこの動画でも確認できたんじゃないでしょうか。まあ、ですんでね、どんなコメントも無駄ではないんですよ。なんか本当に小さな一歩ですけども、少しずつ進めて、そして最後にはね出ないといったものを出るにこう変えていけるような、そんな声を圧力をかけていきましょう。まだまだ声は足りません。でももう一歩のような気もします。特別定額給付金なり増額給付金なり、国民生活支援がこのままねなくなるかもしれませんけども、それでも最後までやってみましょう。じゃあ引き続き、私の動画のねコメント欄に書いていただいてもいいですし、それから独自に YouTube を始めてくださってもいいと思いますし、地元の野党事務所に行っていろいろとね、苦しい現状をお話しされてもいいと思います。とにかく黙ってないで声を上げましょう。その声を集めたところに私たちの希望がやっとね花咲くんじゃないかなと思います。今のままではまだ全然足りませんのでね、まだまだプッシュしていきましょう。本気で困ってる人だけでいいです。本気で困ってる人だけで、よろしくお願いします。